ウォーミングアップが終わりました。いよいよここまで24人のうちの18人のスケーターが滑り終わりました。最終組のトップを切りまして小祝久美子がリンクに再び登場してまいりました。ショートプログラム、まあ、昨年まではテクニカルプログラムと言っていましたが今年から名称が変わりました。そのショートを終わって第1位。さあこれから4分間の演技です。まず最初はアクセルから。これは素晴らしい高さといいスピードといい文句なしですね。あの伊藤みどりさんを育てた山田真知子コーチが指導しています。みどり2世として期待されています。これのトリプルルッツだったんですけどもね、はい、少し回転不足で両足になりましたね。さあこれが昨日したトリプルフリップ。あっと、ゆかさんちょっとタイミング合わなかったですかね。そうですね。これは素晴らしいトリプルトループからダブルトループのコンビネーションですね。はい、非常に白のコスチュームが白いリンクに映えています。やはりあの初日トップに立ったということでですね、この追われる立場になった辛さですね。はい、高いダブルアクセル、まあ、本来足の調子がもう少し良ければトリプルアクセルを入れるプログラムだそうですね。あ、やはりこのここ数年彼女も非常にスローパートを勉強してきましたね。全く慌てて滑らなくなりましたね。シェラザードの曲に乗せてゆったりと滑ります。これもトリプルループだったんですけどダブルになりましたね。ゆかさん、はい、まあ、本人はショートプログラム終わって1位になってびっくりしたっていうことを言ってたんですけどね、この1位という順番で滑るというね、ちょっとこう、そうですね、あの本当に 3位、2位、3位からスタートするのと、1位から最終日に臨むのとではやっぱり全然精神的にも違いますから、はい、かなりのプレッシャーがあると思います。うん、さあ終盤に入ります。見事にクリアいたしました。トリプルトーループですね。ダブルループも決まりました。リンクに円を描いていきます。サーキュラーステップシークエンス、小川さん、あれはもう得意なアクセルジャンプですね。そうですね。最終組の6人のうちのまずトップを切って滑りました優勝候補の小祝久美子。ああ、これが山田真知子コーチですが、小川さんどういうふうにご覧になりましたか。そうですね、彼女のプログラムに5種類のトリプルが予定されて
ったんですけども、成功したのはあの2種類のジャンプでトリプルが3回でしたね。まあ昨日はほとんどノーミスで滑ったんですが、伊賀さん、そういったちょっとプレッシャーみたいなものはあったんですかね。あの本当に苦しい思いだったんじゃないでしょうかね。これは経験してみないと分かりませんね、伊賀さん。そうですね。まあ、やはり今年は調整不足ということもあって、まあ、全国レベルの大会というのは1年ぶりなんですが、さあ得点が出ます。 5.4、 5.3、 5.4。 技術的な要素を評価します。テクニカルメリット、青川さん、 5.5 が2人いますね。そうですね、種類的には2種類しか飛んでないんですけども、一つ一つのジャンプの質がですね、はい、非常に高さといい流れといいですね、世界的にもトップレベルのジャンプをしてましたので、そこを評価されたと思いますね。そして表現力を見ます。プレゼンテーション 5.4 が5人並びました。もちろんこの段階で小祝久美子がトップに立ちました。